この方だ、この方だ、落ちんのだ。わけわからんって、時間も10秒しかないんだね。とりあえず上に行ってみようか。これ横バネがさ、ここに降ってきちゃうから、これ上からなかなか行けないんだよ。なんだそのコラボレーションは。だからこの端っこら辺でジャンプします、ジャンプします。ジャンプジャンプジャンプ、そのまま行っちゃう。早く早く、ゴールはゴールはいつぞ。バネだけだったらまだいい、ただこの方も結構邪魔になってくるんだよな。あ、これ下から行けるじゃん。そしてこのでももうゴール方法分かっちゃったもんね。なんならあのデカブロスさえも倒していきたい。こうなったらね、絶対にあのデブロスを倒すまで僕はやめませんよ。これはなかなかいい調子なんでねえの。さあこのまま右に行っちゃって、早く早く、あのデブロスを。多分さ、落ちた時デブロスはハンマーを出す仕組みになってんだろうな。だから一旦落ちて、ちょっとああゴールしちゃった。さあ始まった。この間に行けっちゅう感じでしょ。めっちゃきついやん。まず最初左の方でかわしたいよな。おお、すいた。言ったけどこれは当たってるも当然じゃんか。ここはこれさ、最後は2体ぐらい一気に抜けそうな感じするんだよな。だからこの次さえ成功すればいける。いや、これいったよな。こっから右の足、どけよ石ころが。集中しろ、集中すればこんな。痛い、あとちょっとなんだけどな。そのあとちょっとがめちゃめちゃ難しいのよ。最後になったらさ、やっぱ緊張してしまって、もうね、手が思うように動かないっていう言い訳をしたいと思います。これはあと1回、あと1回頼む。でこの強引をまず左でファイヤーバーがかわせないか見ておこうか。あ、ギリギリかわせるんだね。でこっから溶岩リフトに乗って、いやぶっざー。どのタイミングで行きゃいいの。開幕行ってみようか。あ、いた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 。で上のコインを取ればいいっていう感じなんじゃない。最初の道は見えてきたね。溶岩リフト乗ってコインを取ります。でファイヤーかわしつつの、このコインをどうやって取るかなんだけど、え、こっから取りに行ける。なんかいいタイミングあるんだろうな。どのタイミング、このタイミングか。無理ですけど。これさ、最初左側の取り方だけ確認していいかな。絶対そっちの方がいいと思う。5、4の時、ここは、いや、なんかいけそう。あ、やだ、分かった、攻略を見つけたぞ。はいはいはい、もう分かりましたよ。左側から取ればいいんだ。でドクロリフトに乗って右取って、てっぺんでゴールみたいだ。だからこの後ぐらい、ここに乗って一旦ドクロリフトに乗る。でこうだ。まあこのちくわブロックを落として、ちょっと周りは見えねえな。ちくわブロックって何秒ぐらいで落ちんだろうな。ちくわぐらい乗れ。まあまあ見ててくださいよ。1、2、3、4、5。ちくわブロックを落とした瞬間に最小限のジャンプで下に行かないとゴールができないのよ。いやはや、今のがダメなら僕はもう分かんない。そんないいからさっさね。この針がなかったら余裕なんだけどな。そんな当たり前か。だから早いって。いやでもね、なんとなく感覚はつかめてきてんだよな。ほんとあと 0. 何秒くらい。これね、多分最初から右押し一発しなきゃ綺麗な波ができないと思う。ほらほらほら、めちゃめちゃ綺麗な波になってるでしょ。でこれに乗り継いでいけっていう感じだと思うんだよね。で50コインを3枚取ってからゴールって書いてたから、多分どっかに3枚隠れてんでしょうね。なかなか邪魔るまる。いいところ見つけたばい。この真ん中がアンチなんじゃないかな。ほらほら、丸丸もガリガリも当たんないでしょ。だからこの真ん中で、まだ50コインが全然ないんだよ。あったあったあった、これが1枚目で、2枚目はどこ。これは上に行かなきゃいけないので、ちょ、丸い浮き輪と緑の車。さあもうすぐ2枚目があると思うんだけど、ここ取れよそれ。1枚目はいいんだけど、2枚目の後が結構鬼門なんだよな。多分ここ、ここで早めにジャンプしてこの波に乗る。いや、あ、そうそう、3枚目とこ。いや、隠しブロックかなんかあるか、もしくは敵キャラが降ってくるみたいな、そんな感じと思うんだけど、なんかあったな。このキノコとノコノコがあって、他は何もない。いや、この2つだけでどうすりゃいいの。一旦投げてみようか。あ、はいはい、そこに隠すブロックがあるのね。え、いや、わかんないんだけど。じゃあノコノコだけ出して、このノコノコを投げてみる。そしたら下に行っちゃうんだよね。え、いや、マジでこっからどうすりゃいいかわかんねえって。この場所でノコノコ置いてみよう。そしたら分かったかもしれん。ノコノコに当たっていいから、オープンとブロックの間に挟まれっちゅうことなんじゃない。攻略法を見つけたぞ。一旦マリオが一番上に行った時に置いてみようか。これでどう。違うよ、一番下で置いてみる。これでどうですか。ダメですか。上もダメ下もダメってことは真ん中ら辺で置いてみようか。この辺で置いてみる。やった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 。
ここでメットをかぶってるからこの無敵状態を維持したままメットをかぶっていけと。で、次のメットはどこ？どこ？これか！どくらいですか？ここでなるべく大ジャンプして距離を稼いだ方がいいと思うんだよな。で、ここでかぶっていく。よし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 。で、次のメットは大チャレンジか。次こそ取るぜ。パラシュートが生えてるとか分かった。で、こっから右ラッシュしてて、次はね、メットがどこにあるかなんだけど、意外と近くにあったな。で、次はメット。ここのメットをなるべく右側まで行って、この場所。いや、これいけるかな。だって、失礼、見苦しいところをお見せしました。これでいけるんじゃないんでしょうか。さあ、ここでメットをかぶって、次はこのとかゴールもうゴールだって。早く急ごう急ごう、時間がないよ。頼む、次こそはゴールしてくれ。もうやめていい？もう全ての攻略法は分かってんだ。あとはここに引っかからないでいけるだけ。ちょっと迷子になっちゃうんだけど、マジで実況迷子になっちゃうんだけど、ちょっとパンだけだけどいい？一旦このワーブブロック入ってみようか。そうしたら右のワーブブロックに出て、ただ落ちるだけかーい。今度は真ん中のワーブブロックに入ってみようか。いや、うまっ。この先はなんだこのコースは。このパンを土管の中に入れてパウジャンしろっていう感じなんじゃない？いや、ぶっつー。壁キックしてパンを持ってパウジャンしてみる。これでどうですか？これさ、見よう分は簡単そうって覚えるかもしんないけど、結構難しいのよ。おっしゃ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 。で、で、これこれくるくるでいけるかな。一旦このまま右まで行っちゃおうか。まあ今ので右に行けるっていうことが分かったもんな。そして、あっぴゃー。ちょっとガチで集中させて、ここよーっしゃ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 。で、ゴールなの？いや、絶対無理じゃん、こんなの。こんなに針に囲まれてたらさ、どうやってゴールするんだって話だよな。一旦右まで行ってみる。右の方も隠しブロックがないかだけちょっと調べてみるわ。あ、いやいや、ちょっと見つけちまったよ。これブロック、なんか入ってる。リンクってことは、この上になんかありますみたいな、そんな感じかな。とりあえず指を。今なんか変わったね。オンオフが変わって、このカロンの甲羅が出てきた。このカロンの甲羅を履いて中に行けっていうことなんじゃない？いや、でもどうやって？いけるかな？一旦踏んでみようか。開けませんけど。左の方とか隠しブロックないかな。一旦弓とか投げてみようか。ピースイッチが変わった。そしたらこのデカキノコが出てきて。なるほどね、攻略を見つけたぞ。こいつさ、入ったら中に入れるんじゃない？この辺で入ってみようか。はい、ここにさ、バーが隠されてるんだよね。だからここでカロンの甲羅を履けば押し出されるみたいな。楽しそうだって。来た、やったこのガモン100体を20秒以下に倒せってことなんだけど、鉄球を出さないのか、この下手くそ。しかし鉄球を出さないガモンを20秒以内全員踏んでいけってめちゃめちゃ難しくない？ヒップドロップ、あ、出た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 って表現キモいな。めちゃめちゃ倒してくれんじゃん、このナメチ星人たち。卵産むなって。ピッコロさん、最後が難しいんだよな。このね、最初の4列は全然いい。で、こっからよ、問題は。残り何秒ぐらい残る？13、12、11、10秒近く残る。で、このガモンの鉄球を投げた後に、いや、いけるか、これ。この後、これ。もう終わりにしようや、ガモンさんたちよ。まだどのタイミングで踏めばいいか、全くもって分からんぜ。いや、来た、これ。か、いや、来た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 。で、ここで踏む。よーどうすればいいかわかんねえな。とりあえず左からダッシュして投げてみようか。ガモンじゃないんだよ。じゃあ一番左から走って、この折れ曲がったところがあるじゃん、そこから投げてみようか。これでどう？もういいってそれ。マリオが甲羅を持ってジャンプした瞬間に投げてみる。全くわからんぜ。開幕から投げた瞬間ジャンプ。いや、これだったら届かないんだよな、甲羅に。だからもうちょっと勢いいることはわかった。じゃあこの矢印の左部分、ここら辺でジャンプして投げてみる。来た来た。無理だって。これを10秒以内にフラワー取らず上がれたら無理だ。足だって。とりあえず1個いってみようか。一度ぐらい成功させるんだ。来た。で、これ2個飛ばしがいいよな。2個。よし、次は2個。腹くそ。集中モードだ。たまには無言でさせてもらおうじゃないか。終わりだ。これさ、タスノリ何回成功させなきゃいけないんだろうな。多分5、6回ぐらいは成功させなきゃいけないんじゃない。やぶっさー。でもね、なんとなくコツは掴んできたよ。ほらほらほら、あと1回、あと1回、あと1回でいいんだ。行くぞ。ママー、来てる来てる、流れが来てる。よし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 、やったー。え、なにこれ、これ
どうやって殺すの？意味わからんて。考えろ。ブーが出てきたらブラパンに押し潰されてゴール条件が手に入れれる。多分ね、一つしかないと思うよ。ブーがやられた瞬間に下をくぐる。ドカカー。ちょっと時間見ていこうか。298になった瞬間ダッシュ。はい、ダメ。297になった瞬間、このタイミングで。じゃあ297と298の間、このタイミングぐらい。これしゃがむ必要あるかな。しゃがんだら勢いがなくなっちゃうからゴールできないよ。このカロンの甲羅を吐くじゃん。そして滑る。それ以外にないと思うんだよな。こんな感じ。もう終わったこれ。いや、このままさ、ちょっとずつ死んだふりをしながらいけないかな。蹴った瞬間走って追いかけて吐く。もうそれ以外ないで。いけ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 。またかー。チョンって言ってみようか。チョン。追いかけるぐらいせ。カロンの甲羅吐くでしょ。で、いや、この死んだふりでダッシュもダメ。ちょっと待って、今分かったかもしれん。これちょっと滑るね。この滑るから、この滑りを利用していきますみたいな。うわはいはい、攻略を見つけたぞ。針に当たる直前でダッシュを離してみる。いや、これいけるか。針に当たる直前、この辺だね。この辺に着地することができれば向こう側に渡れるんじゃないでしょうか。こら、いや、決まて。よしさ、ゴールできる。はもうビビらせやがって。いや、まあまあ、勝手にこっちに来てくれるのは嬉しいんだけど、こいつらをどうやってかわすかだよな。下のやつら、あ、下にコインが見えた。あのコインを取っていけっちゅうことか。いや、でもさ、下の毒キノコがこっち来ちゃうんだよね。いや、どうしよう。これ一旦右まで行きます。そして下の毒キノコが一番右に来た時に、こっから左を出発。これでいいんじゃない。これで、いや、ちょっと、ガンダガンダ、今すぐ帰ろー。この毒キノコたちがさ、全員一箇所同じ場所に集まれば全然楽勝なんだけど。あ、ちょっと待ってよ、ここで避ければいいんじゃない。こういう風に来た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 。それさえ避ければ、もうこっちのもんなんだよ。あと2体下に行ってくれ。さあ、これで行ってくれる。そして一番左までやらす。全員集まるでしょ、同じ場所に。そしたら一番右まで行く。いや、これで絶対ゴールできるよ。右に落ちてる時に左ダッシュ、こっちの方が時間稼げるんじゃない。さあ、これでコインやったれ。このブランコをね、ジャンプしないでくぐり抜けれる方法がマジで分かんないんだよな。ダバダじゃないんだよ。とりあえず走っていってみようか。走ってくぐり抜けれるか。ダバダじゃねえっつってんだろ。チョン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 。いや、待てよ、実は捕まってもいいんじゃない。捕まった瞬間に降りてみようか。そしたらチャンプ判定がないかもしれない。ワンナップを取った瞬間、ちょっとだけブランコ揺れるじゃん。で、その揺れた瞬間にくぐっていくみたいな。ちょっとそれでやってみようか。いや、これでいけるとは思えねえんだけどな。まあ、タイミングを見計らって、このタイミング。お前ディフェンス優秀すぎんだろ。もうちょっと辛抱よく待ってみようか。意外と遅めでもいいよ。多分この辺ぐらいだ。絶対合ってるって。これ以外にやり方ないと思うよ。ただタイミングが結構難しいんだよな。やったー。最初は何も。じゃあここは走っていかなきゃいけない位置の位置なんじゃない。ここアイテムとかあるから消すな。もうアイテムなんかに頼んね、常に走りながら行くぜ。まあ位置の位置って言ってもかなり僕やってきてるからね、もう大体道は分かってるんですよ。ナイスとか、親父のストーカーに追われる気持ちってこんな感じなんだろうね。じゃあ僕はいいって思ってしまうから、誰かストーカーしてください、そこの親父さんよ。じゃあここのブロックは何もない、もう常にブロック叩けるもんは叩いていこうか。じゃあここジャンプ。でもこれ勢いつけなきゃいけないよね。ここら辺でさっき突っかえたような気がするんだよな。いけ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 。よしよし、もうゴールだぞ。ゴカメッツァ。最後の階段があるじゃん。あそこノンストップで行かなきゃクリアできないと思ってた。でもね、止まっていい箇所があったんだよな。そこで一旦止まってみる。ちょっと見てて。それで多分クリアできると思うんだよな。確かこの辺くらい。この石ころが。ちょっと左に行く。これで簡単にクリアできると思うんだよな。時間は全然間に合う。さあ、これでゴール。10秒以内にこのバネ、どんだけ高いかだよな、このバネが。ちょっととりあえず登ってってみようか。じゃ乗せんか。どこのバネ乗ろうか。とりあえずこれ乗ってみよう。そして上に行きます。で、上に行く。いや、意外と上に行けちゃうパターンじゃないよ。まず50コインがどこにあるか調べたいよね。多分てっぺんにあるとは思うんだけど、これがてっぺん
面なんかな。この上に、あ、この50個よそっていけってことか。ちくわもあるよ。最後にちくわがあるってことは、あそこに1秒以上余らせていけっちゅうことだよね。とりあえずこれ間に合わない。めちゃめちゃむずくないか。ただバネに乗っていくだけなんだけど、上に上がることすらね、知らんの技だよ。ここでバネに乗ります。やっはー、完成の法則。一個試したいことがあるんだけど、これで時間が間に合うかなんだよな。ちょっとそれが不安だからさ、とりあえず上のコインが取れたと仮定して、ここでジャンプするじゃん。いや、取れちゃった。いや、とりあえずこのクリボーを倒していけっていう感じなんだけど。あー、なるほど、隠しブロックか。じゃあまずどっから隠しブロックがあるか調べてみようか。この辺は、この辺はない。ゴール前はあるのかな。ゴール前もないよ。じゃあクリボーの上しかないんだろうな。まあ、とりあえず1体踏んで、ここも踏んで、じゃあどうすんのこれ。クリボーを踏んで、はいはいはい、攻略を見つけたぞ。今日は攻略を見つけるの早かったね。だからこのクリボーを3体一気に踏んで、針に当たらず右のゴールのところまで行けっていう感じだと思うんだよな。だからちょやりたいこと分かったでしょ。でもそれがマジでむずいのよ、このクリボー。ちょこれはタイミングの問題だね。どのタイミングで行くのがいいんだろう。もう適当に行ってみるか。さあ、このドクロリュートに乗っていこうと思ったけど、これ裏針隠れてない。え、これ乗れんの。じゃあ端っこでチャンで乗る。で、ここからギュッギュッギュッ。キビーキビー、これめちゃめちゃキビーよ。これ乗ること自体はね、そんなに難しくないんだけど、こっから先めちゃめちゃむずいね。待てよ、ドクロリュットに乗って何もしなかったらいけるんじゃない。無理だよ。これさ、最後に針が2つあるじゃん、上の方。あそこに行ってもね、ギャーって引っかかる予感しかしないで、ここでジャンプ、来たかだ。で、ここでゴール。ギャー、マジでわざとじゃないんだって。ああ、なってしまうんだって。ここでジャンプ、そしてここからジャンプ。これ分かったかもしんない。最後まで行くじゃん。そしたら別にジャンプしなくていいんだ、このまんま。ね、でももう分かったよ。何がだよ。ちょっと無言になるわ。ガチで集中させて。最後のところ、あそこジャンプしなくていいっていうのは分かった。多分この辺からジャンプすれば大丈夫。ちょっとキモすぎよ。思った以上に寄ったわ。じゃあこれ一番左で避けてみようか。いや、これ無理じゃね。マジでどこで避ければいいか分かんねえな。ちょっと一回よく見ていい。まず一番左に。ダメだ。少しぐらい見させる。どこで避ければいいんだ。見させろ。このブラパってさ、当たり判定が大きいから避けるのにマジで苦労すんだよ。デッド、ドこの鼻毛さこの鼻くそ。まったく、このチャンネルはずっと今まで清く正しく下品な言葉なんて使わずやってきたのに、それがなんだよこの鼻の皮。あ、これクリアできたんじゃない。さあさあ、いなくなっておくれ。よっしゃ。で、本当に床がないんだな。じゃあこの床がない1の2をどこまで進めるかっていう話なんですよ。絶対無理な場所とかあるんじゃない。あ、ちくわブロックがあるのね。じゃあこのちくわブロックに乗っていく。しっかりとジャンプしてちくわを渡っていく。そして次はどうすればいい。下から、いや下からいけねえな。上あるじゃんこっち。で、ここちょっと難しくないですか。このタイミングだ。うまい。これ大事にしたいね。中間とかあるかな。中間ある。めちゃめちゃ優しい。そしてちくわブロックに乗って一個一個いけっていう感じですかね。よし、で次も行こうか。こんなんばっかりやってたらね、わざと引っかかってるんじゃねえかなとか言われるんですよ。さあ、ここのパックンのところに行きます。いや、ここは全然余裕だよな。ここパックン出てくる。出てくる。いや、足はないけど。このちくわブロックになっていけっていうことで、これは全然ぬるいよ。あ、こっから簡単になるんじゃない。さあ、早くこいてるぞ。で、これは上から行けば全然簡単。さあ、始まった。まずはじめにどうすればいいのかな。緑のマリちゃんを避ければいいっていうことは分かった。ならこっからどうするかよ。上に行ってみようか。上は何も。シャッカだ。絶対踏んだら上から何が出てくるよ。それを避けよ。よめちゃめちゃピンポイントなんだよね、降らせてくる場所とか。で、ここは魚が落ちてきたな。分かった。隠しブロックがないからさ、めちゃめちゃ安心だね。あの右のリンクを取ってこのドアに入ればいいっちゅう感じかな。そしてこの包帯たちがいなくなるみたいな。あ、やっぱそうだよな。じゃあこっから左ダッシュか。左ダッシュでゴール。とどまっておいて上に行きます。で、パワーブロック破壊しろみたいな感じかな。ちょっと待て、焼き魚邪魔すんだよ。ナイス。 B スイッチを踏みに行かなくちゃいけないと思うんだけど、いろいろ降ってきてんな。ここも降ってくるんでねえの。やっぱりね。これで砲台がいなくなってたらゴールができると思うんだけど。いや、左を進歩する。いや、もう一回何もしないでおこうか。何もしない。これはゴールできたんじゃないか。一旦この場所に置いて。いや、近いな。
まあまあコインは全然いい。問題はさ、ノコノコとか出てきた時だよね。でカメックどこ。いやそれは無理やって。いやたまんないね、こんな狭いところで避ける耐久ゲーなんです。めちゃめちゃ好きかもしんない。いやマジでキノコとか出てきてほしいな。このノコノコ切りたくねえな。蹴ったら倒してしまうでしょ。じゃあカメックがおらんくなった時に左行ける。ここはバカか俺は。じゃあこの場所でジャンプしておく。そして右に逃げればいいんじゃない。これもうちょっとでゴールできるんじゃない。もう一個右すげえ怪しいよね。うわこれ左行ってくれる。うわこのノコノコ起き上がった時が問題。さあこの場所起きて。もう一個右は当たるかこれ。当たる。最後にこのカメックを蹴散らしていこうじゃないか。よっしゃ、おっしゃ。このオンオフをしながら上がっていけっていう感じなんだけど、いやこれちょっと、むずくないですか。最初は右押しっぱで、オンオフした瞬間に左みたいな。これを繰り返していけとか無理。このコースあんまり喋りながらするようなコースじゃないかもしんない。だってリズムよくって書いてたからさ、このリズム、意外といけてんな。多分ね、体が勝手にリズム取ってる。右なんて書いてた。今なんか右なんか書いてたよね。あれがすげえ気になる。でもこのままもう上に行っちゃって、行っちゃって、ああなんだよ最後、それは卑怯だって。あんなそもそもよ、さっきのがもう一回できるかっていう話なんですよ。意外意外といけるな。こういう系も結構得意かもしんない。で右なんて書いてた。バーサスみたいな書いてなかった。誰と、制作者の僕がバーサスみたいな。じゃあここは最後右いいでしょうね。やっはっはっは。これめちゃめちゃ気持ちいいね。これは右に殺傷能力高すぎんだろ。こんな大量に弾出されたらどうすりゃいいの、この隙間か。ただこの弾抜けた後よ、次はどんな感じで来る。こんな無理に決まってる。意外といけんな。次はどんな感じだ。無理に決まってるでしょ。待てよ、これさ、カビキックすればいいんじゃない。砲台を、そして砲台が出た瞬間上に行くみたいな。ちょっとそれ開幕できないか試してみる。俺がやりたかったのはここをカビキックだ。全然進んでないって、この人画面から。いった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 。これはこのチョロプーがなんか挟まっちゃってるからさ、こっちに来れないんだろうね。じゃあどうすればいいの、これ。なんかさっきの人の動画違うよ。それでもダメなんか。同じ場面ばっかでみんな見飽きちゃってるって。でこの弾を2回避ければゴールポールが開くっていうのは分かった。そしてゴールすればいいんじゃないのか。頼む、早くゴールして。で最初にカエルがどこに手に入るかなんだけど、あ、スタートから速攻くれんのね。だからずっとこのピョンピョンしながら1の位置を20秒以内にクリアしろっていうコースだと思うんですよね。ショートカットは、ショートカットないの。これで20秒以内ってめちゃめちゃきつくない。あと7秒しかないの。いやこのピョンピョンマジうぜえな。問題がこの後よ。こっからこのチョビチョビを、このチョ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 コ材だ。残り何秒、4秒。いやワンチャンいけるんじゃない。頼む、いやー、頼む、頼む、頼む。待てよ、これしゃがんだままだったらめちゃめちゃ行きやすいんじゃないか。このピョンピョンがないもんな。なんだこんな簡単な方法があったのか。まあ立ったまんまでも行けそうだけど、使えるテクニックは全て使わせてもらうぜ。じゃあここ下からでもういいんじゃない。ほらほらほら、簡単、めちゃめちゃ簡単。これもクリアできたんでねえの。時間は5秒もあるもんな。はいはいはい、風あり丸々ありであのクッパジュニアを倒していけとかめちゃ難しい。じゃあここは左押しっぱでクッパジュニア避ける。あ、このバネの上乗れんのね。ちょ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 。皆さん早めに言っておきます、このコースは僕から何も生まれない。だから規制を発するような声ばっかり。ちょ、いやなんか踏めたね。え、なんか右押しっぱしたら勝手に踏めたんだけど。いやこれ2回目いけるか。お前こっち来いって。ハンマーばっかり投げなくていいって。お前自身がこっち来いよ。残り時間15秒しかねえんだよ。このトンカチ野郎が。このクッパチュニア起き上がった時はハンマーを出してこないっぽいんだよね。ちょっと時間差があるの。ほらほら結構遅いでしょ。だからお前何踊ってんだよ。お前が世界最強のクッパチュニアかなんだか知んないけどね、所詮は課金して強くなってるだけのプレイヤーなんだよ。そんなやつがこんな無課金の僕に立ち向かってるなんて恥ずかしいと思う。3回目はどこだ。ここか。よっしゃ。早く、早く、どうやらなきゃ。時間がないよ。ニコリだ、ニュー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 、ニューチャンネル見てないけど、このままゴール。よー。これは時間10秒しかないっていうのは分かってるんだけど、この一つのブロック、これをうまく利用しながらね、多分ノンストップで行かなくちゃいけないんじゃない。多分こんなスピードだったら絶対いけないよな。これめっちゃ、これさ、右押しっぱもしちゃいけないのよ。右押しっぱするとブロックの下に1個針があるじゃん。それに当たってしまうから、ちゃんと着地した瞬間に右押さなきゃー。
これ長くね、全然ゴール見えなかったんだけど、こんな感じでいいのかな。どんな感じだよ。えい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 。誰が面白いって思って見てくれんだよ、こんな動画。ただアイア言ってるだけじゃねえか。そんなん誰でもできんだよ。実況者ならもうちょっと実況者らしく喋ってくれ。もう嫌だ。僕はこんな繊細なコース向いてないんだ。アクロバティックなコースしかできない男なんだ。そうだろう。見てて簡単そうって思うかもしんないけど、これゴールできたじゃない。さあ今日はどんな位置の位置か。じゃあまず左に逃げます。そっちもいいのか。ググ隠しブロックあるんだろ。分かってる分かってる。どんだけ騙しコースやってると思ってんだよ。いや、で僕はね、分かってるんですよ。4つ目の土管入ったところでどうせ罠だっていうことかな。ノーじゃねえんだよ。さあここは絶対ドスを押してくるよ。あ、意外とこの辺なんもないのだ。まったく何もないと似合わせておいてドスを落としてくる行動テクニックで。さあこれでゴールなんじゃないの。来た。はぁ、何あれ。できてんじゃん。あんたのさ、お前はなんて、もういいって。これ右に行けばさ、あの砲台いなくなるのか。なんだこれ。俺最初のオンオフしたらいけなかったんじゃない。あんな隙間に入れってか。だから邪魔すんだよ。そんなトロールでもなんでもねえじゃんか。もうかけていくよ。これじゃん。だからそのタイミングでいけんか全然わかんないのよ。これいくよ。これいけんの。いけたな。